はい、こんばんは、トモスライムの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。本日3月16日土曜日なんですけども、本日はですね、東急東横線と、副都心線の直通運転が開始されましたね。東急東横線の渋谷が、地下に移ってですね、東京メトロ、副都心線と直通が始まりました。渋谷駅の乗り換えに不安の声がありましたが、山手線の乗降人員分散が大前提との指摘もあります。直通となってですね、横浜からですね、メトロ線内、横浜東急東横線からですねメトロ、副都心線、それと和光市からですね東武東上線、それと小竹向原から、西武線の方に向かってですね、鉄道がね便利に直通運転となってね、便利になったんですけども、皆様は、電車を使うのでしょうかということですね。今日がまた、トモスライム動画のですねパート2のね解説をしたいと思います。パート2はですね、まずはねパート2、これは1回目のね時に、電球のね形をしたねプラスチックのケースの中入ってる時計が出ましたけども、ちょっとそれが悔しくてですね、じゃあもう一回やってみようって言ったところですね、やってみました。それがですねこの動画です。ちょっとね悔しかったんですけどもね、1回目にねちょっと期待のものが出なかったというね、少しね光るメガネとか出るかな、このメガネは出ないですからね、このメガネは、このメガネドンキーホーテですから。今ねボタンを押すとこですから、これは結構ねドスンときましたね。重いっつって興奮しましたね、ドスン。ただですね白い箱には何も入ってなくてですね、白い箱じゃなくて財布ですね、これメイドインチャイナのというね、何にも書いてない無名のね財布が当たったというね、財布の中にね、1000万ぐらい入ってればね、当たりだったんですけども、ただの財布がね無名の財布が当たったということで、一応変わったんですけどね、箱にも何も入ってないということで、2回目財布が当たったということでね、徐々にねいいもんが当たっていくと、この時はね期待してました。また、3回目の解説をしたいと思います。またねトモスライムの動画もこれからもよろしくお願いします。ピンポンピンポンって何か来ましたね。ではそれではまた来週。